乗客の皆様にお願いいたします。列車の走行中は安全のため座席から立ち上がったり手や足を外に出さないようお願いします。またお子様からは目を離さないようにしてください。それではこの後も熱帯のジャングルと開拓時代のアメリカ西部をめぐる冒険の旅へ出発です。皆さん、ウエスタンリバー鉄道にようこそ。これから皆さんを神秘的な熱帯のジャングル、そして開拓時代のアメリカ西部をめぐる素晴らしい旅にご案内します。安全のため旅の間は立ち上がったり手や足を外に出したりしないよう十分気をつけてくださいね。それからおタバコはご遠慮ください。煙を吐くのは機関車の役目です。さて、皆さんが今熱帯のジャングルの周りを走っています。ここには実にたくさんの野生動物が住んでいるんです。木の間をよく見てみるとトラ、カバ、それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないように。ジャングルではいつだって食事の時間だからね。そういえば出発する前駅で機関車に水を補給していたんですが、気がつきましたか？あれはね、このウエスタンリバー鉄道が開拓時代に東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だからなんです。列車は全部で4台あって、それぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんですよ。今皆さんが乗っているのはコロラド号です。さて皆さん、このウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら大間違い。これから皆さんは遥か時間を遡り、アメリカの西部開拓時代へと入っていきます。右手にある小さい駅はシティルウォータージャンクションといいます。開拓者たちはここで蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。いよいよアメリカの西部です。未開拓の土地で生活するのはとても厳しいんですが、ここには美しい自然と、それから何より一攫千金のチャンスがあります。お、川の向こう小屋が燃えています。開拓者の夢が灰になってしまいましたね。しかしフロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。おや、インディアンの部族がキャンプをしてますよ。ほらほらほら、子供たちが皆さんを歓迎して外に出てきています。インディアンの言葉で我々は仲間だということをミタクエオアシンというんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。ミタクエオアシン。インディアンたちは全員が一丸となって生きるために協力し合っています。大人がテントを張って食事の準備をしている間、勇敢な若い連中は森で狩りをしています。彼らは部族に代々伝わる技術を使って動物を捕まえているんですよ。この線路に沿って流れている川はアメリカ川といいます。そしてほら、その向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり、回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が作り出した冒険の島です。
ですよ。どんなにタフな階段車だって、あの小さくて可愛い動物を見たら思わずにっこりしちゃうでしょうね。左の方に滝が流れている山が見えますか？あれが有名なスプラッシュマウンテンです。このクリッターカントリーには檻の小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって暖かく迎えてくれます。ほら見てください、にぎやかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの街に立ち寄って生活に必要なものを買ったり、食事や音楽を楽しんだりしてるんですよ。ああ皆さん、右下に伊方の船着き場があるのが分かりますか？あの伊方に乗れば、さっきお話しした雄大なアメリカ側をマンタの伊方でゆったりと渡る。なんだか冒険心がくすぐられますよね。さあこの先は岩や、その間を注意してよーく見ていてください。動物の骨、いや恐竜の骨があるかもしれません。そうです、開拓が進み鉄道の建設が始まってからこの付近では次々に恐竜の骨が見つかっているんです。つまり人類の祖先が誕生するよりずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったんです。それではこれからさらに時間を遡って、皆さんをある特別なところにご案内することにしましょう。息を潜めてどうぞお静かに。それからフラッシュ撮影はいけませんよ。恐竜を怒らせたら大変です。
足元に十分気をつけて右側に置いてくださいね。本日はイエスタニリバー鉄道をご利用いただきありがとうございました。また遊びに来てくださいね。